の一人救えねえやつが火影になんてなれるかよ。そうだろ、サスケ。ナルト、それにサクラだ。その声は、やっと見つけたってばよ。サスケ、サスケくん、こんなところにまで何の用だ。お前を、お前を連れ戻しに来た。子供のままだな、ナルト。お前にはホカゲになるっていう夢があるんじゃなかったか。サスケ。ナルト。早い。あの時のお前、俺の気まぐれによって助かった。けどな、今度は俺の気まぐれでお前は命を落とすんだぜ。仲間一人救えねえやつが火影になんてなれるかよ。そうだろ、サスケ。
半ぶりぐらいだってばよ。そうだのう。ふふん、はしゃぎよって。ナルト、確かにお前は強くなったが、精神的には。ああ、え、ナルト、ナルトなの。え、さくらちゃん。いつ帰ってきたのよ。久しぶりじゃない。うはぁ、ほんと久しぶりだってばよ。てわけで修行は終わったんだけど、ほんとエロ仙人ってば容赦なかったってばよ。これもこれも全部お前のためだっての。まあまあ、それじゃあそろそろ場所を移しましょうか。あ、どこ行くの。あんたね、里に帰ってきたならちゃんとあ、そうか。でも砂出のばあちゃんか、ばあちゃんに会うのもすげえ久しぶりだってばよ。行くわよ。おっす。さて、久しぶりに綱手の顔でも拝んでやるかの。さあ、師匠に顔見せに行くわよ。いや、ここは美味しいものが多すぎて困るよ。この里の忍びってさ、あんまりいい男がいな。ああ、正直がっかり。よっ。Oh!
その顔、渦巻きナルト君ね。よっよっ。そういえば顔岩に綱手の顔が新しく作られたらしいと。こうして考えてみると、あいつも立派になったもんだ。師匠はこの先の火影の屋敷にいるわよ。あんた